父親、ああね、まあそうね、あんま私父に得意じゃない、あの得意じゃない、素直に言うとどうして泣いちゃうかも、長女に得意じゃないって言われて父かわいそうしれ、いやいい人なんですけどね、みんないい人なんだけどね、帰るたびにさ、いやすごいんだよ、みんな見てないからいや、ああもうお父さん見てないから、もうね、すごいんだね、バリ数字の人でね、何も聞いてないのに帰るたびにここ1ヶ月のフォロワー推移をパーセンテージ化して、何が悪かったのかの反省会を30分間ぐらいさせるの、本当になんか本当にするんだよ、マジですごいよ。そう、超理系の人なんだよ。いやもうね、昔そう理系の、あ、まあ教師とかしてて、もう本当に数字の人なんだよね。愛だと思う、一つの多分彼なりの愛情表現だと思うんだけどさ、毎回やられるんだよね静岡帰るとね、毎回待ってんの、もうたまらないよね。でもなんか最初はまあでも父も言いたいんだろうなと思って、もう言わしとこうって思ったんだけどさ、まあでもなんか一回鬱になっちゃって、その時もすごい言われんのよ。そういうのがなんか実家帰んなくてもね、結構定期的に LINE とかも来ちゃうの、まあ心配なんだろうけどね、まあ、たださ、やっぱ鬱の頃の私にはすごく効いちゃって、それがだいぶね病んじゃったのでね、いや頑張りたくてもね頑張れなくて、やりたくてもやれないみたいな時期はなくて、で、まあ、この間書いた時もそうだったから、やっぱお父さん変わんなかったからさ、多分打つってことも知ってるし、知ってる、いろいろあるけど、でもお父さんやっぱりその姿勢は変わらなかったから、なんか数字で出さないと見てくれないよなと思って、逆に見てほしいなと思って、私も頑張りたくねえってわけじゃないからさ、肉親だしね、見てほしさはあるんだよね父からすりゃ早稲田まで出といてさ、なんかねえ、それらの企業行くと思ったら、よくわかんないベンチャー入ってさ、で、ムラッシュ入ってとこ入ってさ、で、なんか、ウームの次に偉いって聞いてたのにさ、なんかよくわかんない事務所でさ、もう言い訳わかんなかったと思うんだよね。あげくん果てに無職なっちゃったしね。そんな感じ。まあ、言ったんだけどね、父には。まあ、もちろんみんな、数字が伸びたらいいと思ってるし、まあ理想的に行けばね、それは、なんだろう。誰も彼も減らそうと思って何かやってるわけじゃない。ただ、ちょっとまだ頑張ろうと思ってるから、ちょっともうちょっと見ててくんないと言うんだけどね。なかなか、多分、父の中では思い浮かぶものがちょっと違って、ギャップ、私との中でのなりたいとか、思い描いてるものとちょっとギャップがあるんだと思うんだけど。まあでも、ここまでだったら悔しいなって。いつか、父は多分っていうか、なんか、父曰く、配信は意味がないって言ってたんだよね。なんか、めっちゃ力だから、その配信をやってるっていう、数時間っていう単位のことがあったら、他にやることがあると思うし、生産的なことがあると思うし、なんかもっといろいろある。誰が見てくれるの？お前の配信なんて。意味がないよって、私言われちゃったんだよね。言われちゃったんだけど、意味がないことはないってね、いつか認めてくれるといいなって思うかな。泣いてない。何よお前、おい、なんだよ、なん、好きな女の子をからかうタイプだろお前ら。昔からよ、そうでしょ、そうなんでしょ、泣いて、うわ、プス、プスみたいな、お前さ、そうやってさ、もう何なんだよお前。わかるよ、クソガキだったでしょ、そうでしょ、知ってるよ、もうクソガキだったでしょ。そうやって、好きな子にはさ、好きとかさ、頑張れって言えなくてさ、なんとなくさ、ブシブシとかさ、寝てしか言えないそういうやつだったんでしょ、お前ら。いいよ。いや、まだ鬱がな。鬱が取れてねえな、私。いや、もう、まあでも、なんとかなるといいな、本当に。